はい、とりあえず特訓スープ2杯食べて、うわやばこんな感じでラスト頑張ります。体重落とさないと刑事に立つ資格ないんで。大丈夫？いやもういける。いける？うん、いや、ちょっと体重測るから。おい、ありがとう。体重測ると思ったんですけど、ちょっと立ちくらみがして動けないんで、今から頑張ります。お疲れさん。ああ、今からリカバリーします。今日は会長が作ってくれてます。ベースはね、お母さんが作ってくれて。うまいな、ベースうまいな。テールをしっかり煮込んでやってくれて、こっちにもいっぱいあります。うまいと思う。会長、肉も。会長よろしく頼みます。わかりました。僕は見てこれ。おー、最高やです。いいですか。でも基本的にベースはトックで仲間にしていきます。わかりました。楽しみです。ちなみにこの徳山物産のトックが一応スタンダードで好きなんで、これをわざわざ探しに行きました。今日は長く食べて明日に備えたいと思います。ネギ、ネギだ、うん、ネギ、うん、ネギは、ネギあっていいよ。もっと持ったからもうそんぐらい余裕で食べる。これでも、うん、余裕できる。余裕で、お願いします。めっちゃ美味しいって。とジナ、とっこ美味しい。あとちょっと熱い、まあ、今フーフーしてるからちょっと待って。さあ、今からいただきます。これがトックです。特製です。お母さんの特製トックを会長が仕上げてくれました。今からいただきます。これはでもうまいと思うな。まずは塩コショウで味の調整をしていきます。いただきます。ここで会長の奥さんのもとみさんと娘のみこが駆けつけてくれました。みんなでこれからいただきたいと思います。みこに会えたら今日会えるか思わないかと思う。めちゃくちゃうまい。やな、お母さんめっちゃうまい。めっちゃうまい。お母さん、お母さん、めっちゃ美味しいやつ。あ、ほんま？ケチが。あ、いや、楽しいな。今日おいしい、おいしい。さあ、これでリカバリーしていくで。肉食べたらな、力出るらしい。私の母さんが言うてた。ただいて、柔らかいの。この3ヶ月間、めちゃくちゃ節制してたんで、もうこうやって何も気にせずに食べれるのが最高に嬉しかったです。とにかく、おかんの特訓はめちゃめちゃ美味しいです。味が少し薄かったんで、こうやって塩分を追加することができるんで、リカバリーとしては最高に助かります。じゃあテールもいただこう。いただいていい？うん、さっき食べてほしい。逆にあんまり食べよう。写真撮っとこう。これはでも美味しいね。次は2個でもらっていい？これテールもホロホロや。めちゃめちゃ柔らかい。あさみちゃんごめん。テールで立ってないごめん。ごめんごめん。あさみちゃんマジごめん。全然。基本的にリカバリーは炭水化物でするんですけど、今まで焼肉屋さんには必ず行ってたんですけど、まあ、今回はこのテールのみでお肉は食べなかったんですよね。まあ、それで毎回リカバリーすると内臓の調子が悪くてキリキリして、まあ、体調崩してたんですけど、今回はもうほぼほぼ特訓のみで、まあ、リカバリーしたんで、まあ、内臓が1ミリも痛くならずにすごい良いコンディションで、まあ、リカバリーできたかなと思いますね。あ、最悪。特訓だった。あ、まだ食べた、食べた、食べた、食べた。ポケット洗ったらいいか。あらあら、防水あらんで、たぶんあらんで SG やんだけど、さて、さて、これめちゃめちゃ柔らかいから全然いける。あっちゅーあっちゅー、溺れちゃった。お母さん、
もしリカバリーにミスると、まあ、内臓の調子が悪くてそっからグロッキーになるんですよね。僕もね今までたくさん経験してきて、まあ、そういう失敗を重ねてきたんですよね。で昔東京で試合の時に、まあ、リカバリーの知識があまりなくて、まあ、速攻でねパンとかおにぎりとか食べた瞬間に、まあ、内臓がおかしくなってもう立てなくなってもう漫画喫茶で、まあ、4,5 時間グロッキーにこもったことがありましたね。まあ、それほど、まあ、リカバリーは慎重に やらないといけないし、まあ、最初計量通ったら水分からしっかり入れて内臓を温めていかないといけないですよね。チャンネル登録してね。はい。はい。おめでとうございます。かっこいい。あやちゃんあれ入れな。かっこいい。手付けた？今。いつも舐めて。めちゃくちゃうまいわ。会長が急いで食べ過ぎないようにセコンドこうやってしてくれてます。極限状態になるとどうしてもね感覚が麻痺して必要以上に食べ過ぎてしまうんで、まあ、こうやって周りに止めてくれる人がいてると選手としてはすごい助かりますね。ニンニクいっぱい入れますね。ほんまに美味しいな。ニンニクしてかパワー出ますね。ニンニクがこれなんかラーメンにしても美味しいで、うん、美味しい言うて。あ、谷根くんこんばんは。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞ。なちゃん、なちゃん完食です。はい、ごめんなさい。なんか今日ちょっと肉少ないけどごめんな。とりあえず第1弾、ごちそうさまです。あと、もう1回3回、4回と食べるんで。オリジナルで味やっていい？ごちそうさまです。よし、今リカバリー終わったんで、はい、とりあえず特訓スープ2杯食べて。うーわ、やばっ。ソさん、やばいっすね。パワー見慣れてるよ。普通にしてください。普通にしてもやばいっす。やばっ。明日見とけよ、俺絶対やるからな。すごい感動ですね。あ、一回横向いてくれます？もうすごい胸出ますね。やばいっす。ソさん、頑張ってください。明日ありがとう。みんな応援よろしく。食べね。リカバリー頑張ります。はいっす。お母さん、改めて今回もテールスープ作ってくれてありがとう。毎回息子のために手間暇かけて作ってくれて感謝しかありません。今回試合できなかったけど、次戦は必ず勝利してお母さんに勝利を捧げるんで、いつまでも健康で元気でいてください。お母さん、いつもありがとう。本当に感謝してるよ。ストラッサーキーチを年間でサポートしていただいている企業様です。いつも応援ありがとうございます。